2016年6月7日、日本政府が日本海での石油・天然ガスの商業生産に向け試掘調査を開始したことについて、ファイナンシャルニュースなど複数の韓国メディアが報じ、韓国で注目を集めている。島根・山口両県の約130から140キロ沖合の地点で、一定規模の石油・天然ガスの地層が確認されており、埋蔵量が商業生産に至る規模かどうかが調査される。試掘調査は、政府の委託を受けた国際石油開発定石インペクスが行い、政府は早ければ8月末にも商業化の可否を判断する。商業化できれば、国内では1983年の新潟県胎内市の岩船沖ガス田以来33年ぶりの油田、ガス田発見となる。この報道に韓国のネットユーザーからコメントが寄せられた。毒と日本名竹島の下に大量に埋蔵されているかもしれないから、日本はあれだけ毒とに執着するんじゃないのか。だから日本は我が毒とへの未練を捨てられないのか。韓国もストローを誘う。開発してるうちに爆発なんか起こして、東海日本名日本海を汚さないでくれよ。そこが韓国の領海じゃないとしても、日本が採掘したら韓国側にあるかもしれない原油も流れていっちゃったりしてね。日本が開発したら韓国側のガス田とつながるのでは。先に掘ったのはこっちだぞ。ドクトの周りの海が汚されるかもしれないのに、韓国は黙っているのか。その島根、山口両県から約130から140キロ地点というのは日本の領海なの？それとも韓国の？それともどこにも属さない海？その点をはっきりさせてほしい。日本政府はこういうお金になりそうなところに国民の税金を投資しているのに、韓国は造船会社救済に税金をつぎ込んでいる。